からないのか。何？お前の誘拐心は人を牢獄に閉じ込めること。でも怪盗団はみんなを牢獄の外に連れ出してくれる。お前は願いを奪うけど、怪盗団は希望を与える。だから全然違う。本当は分かってるんじゃないのか。どうやらもう話しても無駄なようだな。相入れないというのなら、残るのは私かお前たちか、どちらが正義か決する時だ。この世界にヒーローはいない。なら作り出せばいい。大衆に正義の答えを授ける英雄。世界を統一し支配するヒーロー。それが私だ。この私を阻むお前たちこそ悪だと知れ。私こそ正義の執行者、怪盗団よ。その未熟な、うわ、なんだこいつ、ロボ、気をつけろ。こいつ内部にすごいエネルギーを溜め込んでる。見えるから超火力って感じ。ガキの好きそうなおもちゃだ、うん、やりきれねえな。手加減はしねえ。ロボガキナイス回避だ。全方面解放、悪を焼き尽くせ。追いかけてくる、攻撃ミサイルだ。なんとか振り切れないか。くらえ。こいつ手ごわい。気をつけろ。このロボット飛べるの。踏みつぶされたらひとたまりもない。一旦距離を置け。せい、あの武器前に見たやつだよな。野郎にぶっ放してやろうぜ。強力だが発射まで時間がいるはずだ。タイミングが重要だな。全兵装出力最大、正義の裁きを、悪を貫け。あれ食らったら絶対ヤバい。逃げろ。隙は必ずできる。今は回避に徹するんだ。さすがジョーカー、神兵だ。すまない、ジョーカーの先生離脱。早く手当てを。オーバーヒートだ。チャンスだ。召喚。オーケー。こんな感じか。最適解だ。これだな。ほい、使うぞ。ありがとうな。こいつ強いぞ。祝福も効かないから注意して。タコ殴りチャンスか。はっ、あいつは任せて。了解。何来たよ。爆熱特性効いてるぞ。ガンガン撃ってけ。勝て。任せとけ。巨大ロボとかありかよ。観覧しろ怪盗団、我が正義の軍門に下れ。ヒーローは私だ。金もしろ。私が悪のない世を完成させる。代わりに夢も希望もない世界。なの誰も望んでない。母さんの研究はそんなことのために使わせるか。ジョーカー、ダウン。こりゃまずい。ジョーカー、体力大丈夫か。正義は勝つ。強敵だな。気合い入れていけ。この火力、シャレになってねえぞ。全訪問解放、悪を焼き尽くせ。
四方から攻撃が来る。気をつけて。するんだな。狙った的は外さねえ。誰なウルフ。大人の貫禄ってやつ。ヒロ君、ウルフはすごいおっさんだ。なめるな。観念しな。あいつは待ってね。プロの…せや私は悪に屈しない。屈するわけにはいかない。惜しいな、その強靭な心がありながら道を踏み外すとは。何故だ。お前は茜を利用した。小さな落とし前はバルジャンつけてもらうぜ。クイーン、気力が少なくなってる。気をつけて。こいつ手の愛、気をつけろ。現れろ。ほらよ。最適化。スマッシュヒット。やるな、ウルフ。決意の姿だ。なんとこんなことがあってはならない。ヒーローが破れるなど。敵ながら恐ろしい執念だ。ロボの時より迫力あるぞ。なんだこれ、さっきのロボの残骸か。それ気をつけろ、強い衝撃を与えたら爆発しそうだ。強い衝撃で爆発。こいつは逆に使えるかもな。正義の名のもとに悪を断ち切る。凄まじい。無理に攻めるな。相手の動きをよく見るんだ。逃れられると思うな。
観念しな。手加減ウルフの追撃が決まった。手応えあり。この動き、すぐに来られるか。なんだそのスピード、スピードすぎるだろう。くらえ、あいつは任せて。消えろ、観念しな、なめるな。くらえ、消えろ。必殺向け、受けてみよう。そう、こっち来んな。一人で壁にでも突っ込んのか。それ、いけるかも。このロボの残骸に誘導すれば。私の差は何だ。消えろ。私はなぜ救われなかった。私は救ってます。悪を許さぬシステムを、悲しい世界を。どうしてだろう、ざわざわする。エルトラ、悲しいだ。でもだからこそ止めないと。これ以上地位を重ねる前に。やめてよ、エルトラ。バルジャン、こいつ手強い。気をつけろ。火星の光を、あまねく世を照らせ。残骸を踏み台に。来るわ、みんな気をつけて。翼をもがれようと、正義の心は消えはしない。貴様、狙った的は外さねえ。私の理想がわからない。子供にはびこる悪を滅する。知っていることは同じだろう。怪盗団、違うな。この絵、なめるな。怪盗団は誰かの自由を奪ったりしない。誰かを犠牲に目的を叶える。それはあなたの父親と同じよ。こいつらから目をそらすな。この絵、勘弁しな。手加減なしだ。間違えた。ウルフガッキー、ナイス回避だ。消えろ。すまん、手間取った。くらえ、お前にしようぜ。お前の動き止まったぞ。今がチャンスだ。ウルフすごいな。これが決意の姿だ。これだろう。せや、観念しな。高速だな。せや、入れていけ。せや、くらえ、行くぞ。せや、切り捨てる。いや、今日も力にしてみせる。それが正義のヒーローだ。その根性は別のところで使えてんだよ。消えろ。覚悟しろ。ほい、私は負けるわけにはいかない。正義のヒーローは必ず勝つ。勝たなくてはならないんだ。それもてめえの思い込みだ。俺らだって負けられねえよ。さあみんな、終わらせてやれ。やっふ、あいつは任せて。行くぞ。そこだ、砕け散れ。観念しな。なめるな。ウルフ、行っちゃえ。そう、ゴムだ。ウルフの追撃が決まった。観念するんだな。しくじったが、狙った的は外さねえ。まだだ、まだ膝をつくわけには。よし、若者は成長が早い。新技を覚えたぞ。新技習得、今度は任せろ。早く試してみたい。まだだ、ヒーローは倒れん。私こそが正義の執行者だ。私を否定するのか、ジョーカー。お前たちは私と同じ正義を。俺らだって何が正義かなんて分かんねえよ。俺らがやってきたことが絶対正しいなんて言うつもりもねえ。それでも
みんなを言いなりにするなんて許されるわけない。創作に没頭したい日がある、町、そして友と語らいたい日がある。そんな思いを捨て去られ目の前のものに従うだけの人間、それでは運命を受け入れるだけのただの奴隷だ。あなたの行いは人から意志を奪い人の自由を否定する。それは結局あなたのお父さんの行いと変わらない。人が人であることを踏みにじるもの、あなたが憎む悪よ。私が悪だと？我が輩たちは誰にも縛られず自由に道を選ぶ。己の意志で己の道を進むためにな。だが私が敗れたらこの世界はどうなる？この世にヒーローなどいないのだ。私だけが人々を救える。本当にそうか？私は見てきた。キングや改心された人たちを、みんな幸せそうには見えなかった。お前のやり方は誰も救えてないんじゃないか？なあこの絵、世の中には確かに悪が溢れてる。許しがたいクズどもがな。だが怪盗団みてえに立ち上がるやつだっている。こいつらの存在によって勇気をもらったやつがいる。こいつらの行動がそんな連中の心に眠ってた勇気ってヒーローを目覚めさせたんだ。それもまた世の中を少しはマシにする方法なんじゃねえか。だがお前がやろうとしたことはそんなヒーローを消し去ることだ。そうやって与えられた平和に甘んじることが誰にとっても幸せなのか。ヒーロー決算。この絵、お前が本当に救うべきは人々じゃねえ、他ならぬお前自身だ。20年前父親を殺めてからお前はずっと逃げてきたはずだ。どんなクズでも親を手にかけた事実、いつ逮捕されるかもわからない不安、一人で強くなる以外お前は自分を守れなかった。私はそう、私は父を殺し嘘で罪を逃れ正義を謳って目を背けようとした。そんな私こそただの悪だった。らこの絵、お前の中にいるヒーローの力でそろそろ自分を悪から救ってやれ。私を悪から救う？そうだったか、こんな近くにいたとはな。私の負けだ。全ての罪を告白し裁きを受けよう。エマも消去する。約束しよう。怪盗だ、できることなら証明してくれ。私は私より正しい者たちに敗れたのだと。まずい、脱出するぞお前ら。